はい、え今回はブログの文字数と目安を徹底解析ということで、えー、最低5000字は必要かということなんですね。で、まあ、文字数の問題いろいろお言われてるんですけれどもお本当に何文字必要なのかというのを解説していきます。で文字数を考えるときの注意点と過去の実例から見る適切な文字数ですね。この2つを解説していきます。 でえー、まずなんですけれども、まず文字数の目安ですね。えー、5000文字あると上位が取りやすいかなというのが印象です。まあ、ただ、ジャンルによってはもう1万文字の記事が、ね、ライバルにあったりとか、まあ、いろいろあるんですけれども、やっぱり5000文字ぐらいあると上位が取りやすいなという印象です、はいでえー。先ほど言いましたけど、激戦ジャンルだと1万文字前後のケースもあるということです。で激戦ジャンルというのは高単価ジャンルですね。 えー、単価5000円とか1万円とか、まあ、そういう商品もありますけれどもそういう高単価なジャンルっていうのは参入者が多いです参入者が多いので記事の質が必然的に高くなります、まあ、ライバルが強くなるのでね、まあ、それを超えないといけないので質が高くなって結局文字数が多くなるという傾向がありますねなので激戦ジャンルで勝負する場合は相当記事の質を塗り上げる必要がありますということです でえー、ジャンルによっては2000文字程度で検索1位を取れるということで、えーまあ、やっぱり高単価ジャンルうは厳しいんですけれども、そういう商品がないようなジャンルはです、ね、2000文字程度でも検索1位を取れますで。激戦ジャンルに比べて、えー、検索上位取りやすいですし、ブログ初心者でも成果が早く出ることが多いです。まあ、収益が大きくなりにくいというデメリットはありますけどね、えー、成果が早く出るという点ではいいですね。で激戦ジャンルなんですけど、 p b を取るのは難しいです。はい、ただ、高収益になります。例えば、1日 100PB なんですけど、まああ、1件制約すれば、うん、5000円とかね。そうすると、1ヶ月で10万円以上になりますよね。そういう感じです。激戦ジャンル以外は、p b を取るのは比較的簡単なんです。簡単ですけど、収益が低いということですね。なので、1ヶ月で、まあ、1万 PB とかは達成しやすいんですけれども、おその分収益性が低いと。 アドセンスでしか収益できないと、収益化できないとか、まあ、そういうのがあるわけですね。なので、一長一短あります。ただ、初心者の方はですね、あの広告があって、激戦ジャンル以外を探すのがおすすめです。まあ、広告がないとさすがにきついんですよね。なので、広告があって、まあ、緩いところを頑張って探すというのが大事になってきます。 はい、では文字数の最適化を過去の経験から徹底分析ということで,で、まあ、いろんな文字数のブログを書いてきました、まあ、1000文字以下、最初は本当1000文字以下とかね、えー、そんな記事もあり1万文字ぐらいの記事もありますけれども分かったことはこの2つですね、過去に検索1位を取った記事が5、まあ、5000文字以上であることが多いと、でえー、野球ブログは2000文字、3000文字で検索上位可能、実際検索上位に行っているということですね。 で過去に1位取った記事って、まあ、あの投資とか副業ジャンルでも1位取ったことあるんですけどお、まあ、そういうのって結構激戦ジャンルですよねでそういうジャンルってなると5000文字以上のことがほとんどです、はい、で5000文字以下の記事が検索1位取ったケースはまあ僕にはほぼないですね、まあ、昔ちょっとダメ人間を脱出する方法みたいな記事で3000文字ぐらいで1位取ったことありますけどおまあまあまあそれは激戦ジャンルではないので、まあ、そう考えるとやっぱりいい 競合が強いいいいジャンルはは5000文字以上はいるかなという,ふうに思いますね、はい。激戦ジャンルで、えー、文字数が多く必要になってで、1万文字ぐらい必要になるケースもあると、で文字数がすべてではないので、その点は注意だということを、ねえー、文字数を増やした方がいいからといって、まあ、ありとあらゆる変な情報を、関係ない情報を、ね、ブログに盛り込むのは良くないということなんですけれども、やっぱりそれなりの文字数は必要になってくるということですね。 であと、ドメインパワー,、ねえー、ブログのドメインパワーがいくつなのかっていうのと、競合,サイ競合が企業サイトなのかによっても条件は左右されますということなんですけども、やっぱり少ない文字数で検索上位は難しいですね、正直ね。えー、2000文字とかあ3000文字ぐらいだったら、激戦ジャンルの場合は難しいと思います、はいで。一方、野球ブログ、これ激戦ジャンルじゃないんですよね。アフィリエイト案件がないんで、えー、ないというか、まあ、あるっちゃあるんですけど、何ですかね、高単価ではないということですね。 でえー、野球ブログは競合が少なくてです、ね、で、えー、2000文字程度の記事でも検索一位取ってます。巨人セカンド歴代とかね、そういう単語だったら1位に行ったり来たりはできてます。まあまあ、ね、あのてうんですかね、そんなにマイナーな単語ではないなというふうに思ってますけれども、そういう単語でも検索上位取れますし、まあ、野球とかねあの、あるいはトレンド系のブログだったら、最新情報を書くだけで検索上位取れたりするんですよね。 例えば、キャンプ前にキャンプ情報を書いてみるとかね。そういうので、えー、上位取れたりします。で、競争が少ないジャンルだったら、このように2000文字程度の記事でも検索上位可能です。高単価アフィリエイトが多いジャンルは、やっぱり少ない文字数では厳しいですけども、アフィリエイトがないジャンルが低単価ジャンルは少ない文字数でも検索1位可能ということで、まあ、結局は相対評価なんですよね。他のライバルより上か下か、もうこれが全てなんで、えー、ライバルが弱いジャンルがあれば、 ジャンルであれば、文字数が少なくても検索上位を獲得できますよというお話です。で実際に検索してみて、ライバル記事の長さを見ることが重要ということで、まあ、長さだけじゃないんですけど、まあ、結局、ライバル記事がどんなものなのかというのを絶対見てください。で、ライバル記事のボリュームを確認して、そのボリュームが今、Google に評価されているボリュームになっています。なので、自分の記事のボ,ボリュームと書く内容を決めて、自分にしか書けないオリジナルコンテンツを盛り込むと。 はい、そうすればです、ねえー、上位表示できる確率は上がると思います。もう絶対に上位表示できるなんてことはありません。ありませんけれども、上位表示できる確率は上がっていくということになります。で最後に、文字数ばかり意識する案で注意がありますということで、まあ、文字数ばかり意識するといいことないんですよね。はいえー、なので注意する こととを2つ書きまましたまず記事のタイトルにに関係なないいい内容は絶対に入れないということですね文字数がね、す、え、べ、ー、てになるとどうでもいい情報を詰め込みがちになるんで、えー、そして無駄な文字や文章を差し込みがちになります。で、大事なのは、なぜ文字数が多いと評価が上がるのかというところなんですよね。で、今一番言われているのは、文字数が長いと記事が長くなりますよね。長くなるということは読んでもらう時間が長くなるわけですよ。 で読者の滞在時間が長くなれば SEO で評価が上がるという、こういうレトリック、理論になっていますけれども、どうでもいい情報が入っていると結局読まれないんで、評価が上がらないということです。はいえーまあ、いろんな、ね、文字数が長いイコール SEO で評価が高まるというのは、まあ、いろんな諸説あり、理屈がありますけれども、おまあ、読者の読んでもらう時間を長くするという意味では、記事タイトルに関係ない内容は入れないようにしましょうということなんですね。 で次、結論は早い段階で書くということで、えー、結論を後回しにするケースが、やっぱ文章が長くなると出てきます。それは絶対ダメです。もう2時間サスペンスのようにね、犯人が最後まで分かんないみたいな構成は NG です。ね、最後にようやく、点と点とが線になって、えー、犯人が浮かび上がってくるみたいな、そういう構成はダメです。 もう結論は早い段階で書いてください。犯人こいつだってもう最初の1分でわかるようなね、そういう構成にブログはしないといけないということなんですね。で、タイトルに対する答えをまず書くと。で、答えを導いた理由、補足を書くと。で、読者が次にどんな行動を起こせばいいのかというのを最後に書いて終了というのが基本的な流れです。はい、この3つが揃っていればですね、ある程度いい記事にはなると思います。はい で、文字数というよりは、ライバル記事の段用網羅と、自分だけの独自性ということなんですね。で、えー、まあ、ライバル記事ね。えー、の内容ですね。を、まあ。 取り入れるっていうのはあれなんですけども、把握して、その上で自分のコンテンツを書いていくということですね。上位表示の記事を把握してないと、やっぱり何書いていいか分からないですし、どんな記事が Google に評価されているのかも分からないんで、すべては上位表示の記事が基準になります。Google にね、評価されているのが上位表示なんで、その記事をしっかり見て、そして独自性を盛り込んでいきましょうという話ですね。で、最後、まとめです。 激戦ジャンルでは5000文字以上欲しいです。1万文字前後の記事もあります。まあ、5000文字どころじゃダメ、5000字文字じゃ全然ダメみたいな、そんなジャンルもあります。激、えー、戦ジャンル以外は2000文字、3000文字ぐらいでも検索上位は取りやすいですで。結論を後回しせずに先に書いてくださいというのがあ重要なポイントでした。はいえー、この、ね、点を守ってやればあ確率上がると思うので、ぜひ試してみてください。今回の動画は以上です。ありがとうございました。